はい、どうも、こんにちは。今回はですね、ああ、ちょっと、軽く、ニュースでも紹介しましょうか。はい、あとですね、昨日とその、一個前の動画で、あの、歌の動画を上げましたよね。まあ、一個は、あの、遊戯王の映画の主題歌ですね。メイクミュージックってやつです。まあ、 それを、まあ、編集してあげました。よければ見ておいてください。動画説明文の方にリンク貼っておきます。はい。ということでですね、ニュースを紹介していきましょうか。はい。Yahoo のトップページに来ました。最近ですね、僕も Yahoo のですね、ニュースに結構ハマってるんですよ。 金は、どうなんですかね。金太郎。ああ、金太郎ってあれですよね。あの、AKB のモノマネですよね。かなり僕も好きなんですけど。まあ、二水ですね。あとはやっぱり鳥インフルエンザですよね。今は、あのー、風疹もかなり流行ってるらしくて。まあ、YouTube で言うと、あのー、劇団スカッシュの前川さん。 が、なんか、風疹になったとか言って、動画アップしてますよね。あれ、風疹はかなり、きついらしいですよ。なんか、体に、プツプツができちゃって、かなり、うん、大変らしいです。まあ、僕はですね、風疹かかったことないんで、どんな感じかわかんないですけど、インフルエンザと風疹だったら、どっちの方が辛いのかな。まあ、やっぱり、 インフルエンドの方が辛いんじゃないんですかね。はい。ということで、軽くニュースを紹介してみました。ではまた。